のフックを浴びせました。ここで試合終了。ジャッジ豊島30対29、赤浩二。驚いた表情を見せた梅野。ジャッジ永瀬29対29、ドロー。ジャッジ吉田30対29、差がついた。赤浩二。浩二です。浩二大勢のバージョンキリー決勝。ひどいな。これはひどいよ。何で僕じゃポイント取られた。本当わかんない。チケットを何枚売る、集客がどのくらいできる、それを判定に影響させてしまったら結局スポーツっていうのは発展しない。格闘技をルールを把握してない人が裁くべきじゃないです。本当それだけですね。今日はコロナの中ありがとうございます。今日はね、ちょっと皆さんに俺に言ってほしい。大晦日判定ダメだよ。体重差ある中は生意気なこと言って試合を成立させた浩二君、お前いい金玉持ってるよ。俺はねちょっと悔しいけど、準備期間が3週間っていうのもあるけど、最後ね君の根性の打ち合いにあんま答えれなかった。お前根性あるよ、いい金玉持ってる。お前もだけど気付いたらおっさんだからな。いいな。みんなに一言。すいません、いつもみたいに生意気言えないです。負けて申し訳なかったです。五味選手、心からね自分は尊敬してます。本当にパンチ力アホほどやばかったです。負けてマイク元々情けないことないんで、本当五味選手ありがとうございました。いやーもうどえなかったです。せやけど俺もこんなビッグな男、ビッグな金玉を持ったような男になってみせます。本当に今日すみませんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、気合入ってる選手が増えてるのは嬉しいです。早くリタイアして、ララとゴンタの散歩に行かなきゃいけないんで、これから早く帰ります。大きい子供の彼女の磯川京香と申します。石渡玲と申します。よろしくお願いします。何かやるたびに格闘家はみんなこうだからみたいなことをよく言うんですよ。その中の一つが全く服着ないんですよ。もう全部夏ぐらい履いたらみたいなことを言うんですけど、結構パンツも履かれてない。はい格闘家結構こういう人多いよ人工的なものを身にまとってるとすごくもぞもぞしてるそんなオーガニックな方なんでそうなんですよ。柴田理は来てます服とかほとんどそうっていうわけじゃないんですね。それは一つありますねと話していました。ローブローダーやはり、まあ、オーソドックスとサウスポーはこれありがちではあります。サウルスの球の方でしたね。はい。